こんにちは。病院空いとるけん大丈夫よ。はい、初めて。おもゆ食べます。それに合わせて、合わせてごらん。おお、食った。どう、やば、食ったよ。食べてしまったね、初めて。これおもゆさじ1杯だけ。いや、大丈夫。おもゆやからドリンク感覚じゃない。え、これドリンク感覚でいいんですか？え、これ重い。え、なん、あー、食べとる食べとる。もっと欲しい。いっぱいじゃなくて大丈夫。あー、そうなんですね。じゃあ2杯目いくぜ。はい、2杯目。うん、ふに、あ、そうな。ピンクのスプーンであげて。危ない危ない。あー、しあああ、嫌そうな顔するね。美味しくない？冷めとる？はい、まずはかぼちゃから。え？かぼちゃの味のする。うん、そうそう、かぼちゃそのままの味よね。はい、次これほうれん草。これが一番食べにくいかもね。いや、これ味せん。なんか変なとろみがついてるから。鼻水みたい。鼻水みたい。じゃあ次トマト。ああ、もうこれはトマトジュースな感じよね。いや違う、薄味のトマトジュースって感じ、うん、はい、次。次はあのこの重湯。あ、芋から食べる。ああ、これこれ、お粥ね。人参入りのお粥。あ、そう、米味。うん、10倍がよね。こっちがトマトと、トマトじゃないや。え、なんだったっけ。リンゴとさつまいも。で、これがクリームに、しらすとほうれん草の茎と。味せんやん、全部。全部味しない。これ麻婆豆腐。もう味付けわずかな。うわ、け、え、ごちそうさまでした。はい、どれが一番美味しかった？どれも美味しくない。うん、そんなもんだよ。どちらが一番美味しい？本当に間違えられたね。最高だぜ。